典型的な RS-232 通信ケーブルシリアルケーブルは情報機器間のシリアル転送通信に用いられるケーブル RS-232 規格が主に用いられるシリアルケーブルには D サブミニアジア規格の9ピン25ピン等が多く用いられる2台のコンピュータ間のシリアルポートを直接接続する決線のシリアルケーブルはヌルモデムという シリアルケーブルの接続最大長は、シリアルポートの送受信機器、通信ビットレート、静電容量、抵抗によって違ってくる。RS-232 規格では、2500PF の付加容量を満たさなければならないが、最大長はケーブルにより、特性が違うために定めていない。そのため最大長は、ビットレートシリアルポートケーブル種別。 ケーブル帳の組み合わせによって設計者により経験的に決定される。一般的な RS-232 互換ポートは数メートルのケーブル帳を想定して設計されていることが多い。またその他のシリアル通信規格では何百何千メートル間の通信を行えるものもある。RS-232 ケーブルは d サブ規格などの他の規格と同時に作成されることが多い。新線数は RS-232 規格のサブセット相当として3から25本が必要で4本または6本のものが多くを占める。フラット RJ ケーブルを用いて電話線スタイルを取る場合も多く特別な RJRS-232 コネクタと共に使われている。ケーブルは多くは アンシールド型だが、シールド型ケーブルを用いると、電気的雑音を減少することができる。RS-232 ケーブルの問題分析には、ブレイクアウトボックスと呼ばれる機器を使用する。これは、オスとミスの RS-232 コネクタを持っており、ピン配列の違うコネクタを自在に結線設定できる。シリアル接続の周辺機器には、 しばしば非標準コネクタを使用するものもあり、その場合メーカーは PC の標準で -9M コネクタに接続するために独自規格のケーブルを添付している。一例として、ガーミン E トレックスなど GPS 受信機は 3P のシリアルインターフェースと外部電源供給のための追加 P を持っている。これらのピンは途中でシリアルケーブルと電源ケーブルに分岐できるようになっている。 ありがとうございます。